はようございます。お疲れ様でーす。初披露時の肩慣らしでーす。さあさあ行きましょう。お WBC ペッパーミング WBC あってたあってたヌートバー間違うとこだった。うんねえ、古いだろっていうことでね、はい、始まりましたけども、はい、なんか前に一回撮るタイミングがあったんだけど、おなんかあったじゃん、牧田さんのさ。ああ、俺が牧田さん、あったね、そうだ、あの時撮ろうと思って、あれ以来だよね。そうですね、連絡したら今日は牧田さんのまあまあちょっと引っ越し的なものがあるので、そう、それを手伝ってると、坂巻さんが手伝ってるからちょっと今日は無理だわみたいな、無理だってことで、たらガンタ君が、おい、なんか俺も行くよみたいな感じで、そうですね、やっぱ牧田さんの引っ越しということだったので、うん、やっぱ牧田家にはお世話になってるので、うん、何かこうお手伝いできたらなという気持ちが、まあそのハッシーっていうあの芸人と一緒に僕は2人で作業してたじゃないですか、はいはい、その引っ越し作業を2人でず、はいはい、一応牧田さんからご指名でお前ら2人でやってくれみたいな感じで、うんうんうん、まあまあちょっと あれもお小遣いがあるから、ね、2人でまあちょっとやってくれっていう感じのところ、朝からやってるところにガンタ君から、何時、あれがもうね、午前ちょうどだから WBC を行ったらハッシーが見てたんだよ、その牧田さんの事務所でこうやって午前中にやってた時に俺が行って、でまあもう午前中11時とか10時とかから始めたんだけど、で途中からガンタ君から連絡来たでしょ。で来た時に、まあ正直、それはお金をちょっといただけるってあれだったから、勝手に人を増えちゃうと、またそれもあれかなと思って、いや、それはどうかなって言ったら、もう全然そのお金とかいいから、みたいな感じだったんだけど、来られても困るな、みたいな、ちょっと雰囲気だったけど、最初はね、そのお金のあれとか大丈夫かな、牧田さんに一応お伺い立てないで、みたいな感じだったんだけどさ、やってて、一緒に作業して分かったと思うんだけど、すごい、俺らポンコツで、本当だね。すごい。地獄の二人組というか、本当に。すごいポンコツだと思ってたでしょ。なんかね。ひしひしと俺と橋を感じてたと思う。やばいと思った。これは、なんだと思って。この二人組は、何なんだろう。多分これ、3時間の作業を6時間やってるなっていう。いや、俺らもハッシーとやりながらお互いにそんな会話しないけど、うん、俺らやべえなっていう感じはあったわけ。っていうのも、もう、すっげえでっかい本棚があったんだよ、うん。このでっかい本棚をその別の場所に車で移動させなきゃいけないっていうのを、じゃあまずこの大物から倒そうかみたいな感じで始めたんだけどさ、もうそれをこう持った時に、もうまず俺は、あ、ハッシーに力がないっていうことに、ハッシーはもう俺と同い年だからね、38歳で持ち上がんないんだよ、もう持ち上がん、衰えてく時期だもんね、筋量も何もしてなかった。38歳って白髪も増えて、白髪も増えて俺も白髪だ、俺は俺で別にそんな力ないし、またあのこのね、でっかいからドアから出せないみたいなのとかも、かなりね、角度をいろんな方向向けないと、向けない、知恵の輪のように、そう、あんな重い大きいものを知恵の輪のようにしなきゃいけないっていうね、いけないし、そのまた本棚の中のさ、何この棚のあれとかがパコ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 落ちてきたりするのも、それも普通できる人がいたら最初に気づくんだよ、これ最初に取るとか、そういうことも気づけないの俺は、はいはいはい、けど俺らポンコツなりに楽しくやってたのよ、ポンコツなりに楽しくやったりしてて、してたところに、なんかすごい、なんだろう、ガテン系の、ガテン系の人来たみたいな、なんかもう何やってんのさっきからみたいな気がして、ちょっと俺ら怯えつつも、すっごい手際がいいのよ、あなたの手際が。まあだからもう、そうだね、もうね、まあ、まあ悪すぎたんだけどね、なんつうのこの、ね、あーでも安心した、ちゃんとそういうの感じてたんだ、いや感じて、俺は感じた、感じてない人間たちだから、いや
でもだからこうなんだろうなって思ってさ、このぐらいの棚を、うん、ね、このぐらいのドアから出さなきゃいけない作業をあなたが来る前ずっとやってたわけ。いやいや、けどもう出ないじゃん。けど、そうやね、横にしたらいい。したら、そうなの、うん。これを、まずどうしたらいいんだって二人で悩むわけよ、しばらく。あの、5分ぐらい。話し合うんだけど。あ、横にしたらいけるんじゃないかと。いけるじゃないですか。いやいや、うん、こう、出るじゃないですか。うん、出るけど、うん、ここの高さがギリなわけよ。はいはいはい。そうすると、これをこのまますると引っかかるから、倒せないと。え、これ出せなくないっていう話になって、また一回と、一回こう、一回こう、一回こうとか言って、ずっとやってたんだけど、ちょっと幾何学的に考えようよとか、なんかわけわかんないこと言ってて、そう、難しい言葉使ってるだけじゃん。難しい言葉使って、あんたバカの、バカの、どうする？これ、いける？ここないんだよ。ここ、だってさ、はい。一応解決したんだけど、これを俺ら倒して。こうじゃないでしょ。こうでしょ。やってみ。ここよ、これドアね。うん。で、こう行こうとするんだったら。そう、そういうことするんだったら。こうでしょ。そう。5分も考えた。これを、うん、だから、こちょっと。5分も考えたんだ。5分どころじゃないと思う。だってずっとそれやってたんだから、なんか電話こいつ連絡来ねえなみたいな腹取ってたけど、なんかそんな、これをちょっとこうハスにして、こうしたらいけるだろうっていうことをやって、で、そしたらこの、もうね、車に積まなきゃいけないんだけど、積めないわけ。はいはいはい。で、途中で、あ、これガンタが必要だわ、と。3人いるわ、みたいな話になって、やっと来てくれたら、あんたがさ、もう、俺が一回車の中に入ってさ、こうやろうとしたら、いや、坂ちゃんもいいから、そこっち一人いればいいから、とかも、パパパパパパって指示して、やってるったんだけど、うん、もうどんどんハッシーの顔がちょっと曇ってるというか、なんか、すごい、俺らはポンコツなりに楽しくやってたとこに、すごいガテン系の、外人みたいなやつが来て、してたから、うん、なんか、あんな楽しそうだったのに。あんな楽しそうだったけど、うん、もう分かるの、もう顔に出るじゃん。うん、ああ、もうバカ二人だなっていうのが、すごい俺らの中でプレッシャーに、うん。与えてたの知ってる？知ってる。こいつらはやばい。こいつらは本当に弱者だから、本当にプレッシャーを感じればいいし、うん、血便が出るほど内臓がもう心理から来る内臓破壊みたいになればいいと思ってプレッシャーを出してたから、もうその何往復もするんだけどさ、作業場からまたその牧田さんのところに車で戻ってくるんだけど、こうなんか道がこうだから、こう一回向こうで U ターンしなきゃいけなくてね、うん、で俺らは俺らでいつもこうやって U ターンしないと思ったけど、もうここ通り過ぎた時点であなたが、うん、いやいや、もうちょっと待って、ここで二人下ろせばいいじゃんと、うん、ここで二人下ろして、これ一回三人で回っていく意味ねえだろ、うん、みたいなとかで、そう、でもなんか聞こえないふりみたいのしてさ、二人でハッシーとサカちゃんでおい止めろ、ここで二人下ろせばもうそのうち作業できるんだろう、U ターンするの5分かかるんだろう、5分ぐらいなんかもう二人ともまっすぐそこで U ターンできるなとかハッシーが言って、あ、そうだね、みたいな。ヤンキーに、ヤンキーにカツアゲされる時みたいなさ、最初は聞こえないふりみたいにしてみたいな。おい！怖いんだって。ここを曲がれば、ねえ、あ、コインランドリーあるから、そこで U ターンしよう、みたいな。ちょっと、はぁ、こいつら、と思って。でも俺、もう俺運転してるから、そのコインランドリーの U ターンの時も、なんかこいつどんくせえ言うの、言うじゃねえもん、あれなんか切り方も車なんでそっち頭こっちとか、ちょっと頭じゃなくてあっちから抜ければいいのにとか、もうそういうとこずっとこいつ思ってんだろうなっていうずっと右に切るから一生ねえ言うたんだけど、何回もやってるからで後ろの席でこいつイライラしてんだろうなと思って、不機嫌そうな顔しててしょうがないじゃん。で、また、その、牧田さんの駐車場に。もう、ね、だって二人に降りてたら、もう、かなり作業進んでたよ、あれ。そうだ。あの間。いや、いいのよ、俺らは。10分大事なんだよ。そう、10が2回続けば20分だからね。そ
それがこの結果だよと思って。そうす、うん、いや、でってことないんだけど、もう、ダメなの、プレッシャーをもっと、わかんでしょ、なんか。いや、ちょっとじゃあ、俺目線で話。楽しくやってたんだよ、俺目線で話。バカなりに楽しくやってたところの。だってじゃあいいのかよ。メジャー、あのまま行ったら11時までかかってたよ。メジャーリーガーみたいな。11時。いいのか、これはかわいそうだと思って、こいつら。いや、それがかわいそうだと思う。ちょっと厳しくしないと、こいつら11時までやってんぞと。マジ11時コースだったよ、あれ。いやいや、もうそう、まあね。いや、マジだぜ。もうだ、その車に積むときとかもさ、もう俺がどん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 運ぶんだけど、もう、じゃあ、サラちゃんちょっと、運び、持ってきすぎ、みたいな。なんかさ、これはこれで違うんだ、とか、また怒られたんだけど、って言ったら、で、ハッシュは何やってんの上でさっきから、とかさ、もう、イライラすんなよ、もう。ちょっと待ってさ、謎に10分くらい、神隠しされることあるんじゃない？ハッシュは、雲隠れしてさ、一生戻ってこないってなるの。ハッシーは本当に遅いんだけど、俺は受け入れてたの。それはいいのよ、もう遅くても。でももうそのメジャーリーガーがさ、もう。どれで例えんの？なんだ、さっきからガテン系の外国人とか。ガテン系。もう。なんでメジャーリーガー？メジャーリーガーみたいなやつ来てさ、もう、怯えてたんだから、俺らは。いや、助かったよ。もちろんめちゃくちゃ。何？なんせ。うん。違う、だって俺目線でいい？いいよ、目線で。楽しく俺も行こうと思ってたのね。そうでしょ？最初はね。ちょっと楽しそうだなっていうのもあるわ。お手伝いしよう。うん。でも本当に、牧田さんち。まあ、なんなら最初、牧田さんとかも、ご家族もいんのかなと思って。みんないる感じ。みんな思いしてる感じ、してんだったら、もう、その、ご家族は休んでもらって、俺一人、うん、あの、力使おう。なるほど。と思っての提案だったんだけど、うん、まあどうやら二人しかいないっていうことで。うん、で、誰とって言ったらハッシーっていうことで、もう、でももうそこで、だいぶその序盤、うん、メンツ見た時点でもう、うん、あ、これやばそうな二人だな。あ、そこで？うん。一旦もう思ってるわけ、うん、でももう別に本当にお金も何も、そんなもんはいらないから。いらないと。さなからもういりませんから行くよってことで行ったのね。うん。そしたら、まあ最初なんか、来られてもって雰囲気あったから、まあ、そこも読んで。うん。あ、それも感じつつね。あの、必要ならば、行くよ。そしたら、ま、その途中から、もう欲していると。そうそう、だから、坂ちゃんから。その本、もはや、本棚を出す事件の時だ。そう、LINE が来ても、ものすごい重いものがあるから、うん、もはや、あなたを待っていますと。あなたが必要ですと。お願いですから、早く来てください。そう、もう早く待ってる状態になったわけ。ああまあ、わかりました。ってことで。うん。15時ぐらいだったっけ。いや、そうだね。15時。15時ぐらいに、うん、到着しますん、しますね。って、うんうんうん。LINE 送ったの。はい、来た。割とそんな近くないからね、駅からね。うん。うん、まあまあ、一生懸命歩いて。うん。駅から歩いて。ちょっと距離もある。国道沿いまで。うん、国一生懸命歩いて。うん、15時に到着したらね、うん、2人がいないんすよ、そのポンコツ2人組が。いや違う、うん、部屋ピンポンしても出てこないと、うん、いねえないねえなと思って、そしたらなんか電話したら出ねえんだよな、坂巻がな、うん、これ車運転手だから、うん、で坂巻に、ね、LINE しても、うん、帰ってこないんだよ、うん、車運転してるから、あれ？もう15時っつったんだよなぁと思って。で、橋本に電話したら、うん、いや、今、荷物を、そうそう、俺らで、15時半ぐらいに戻るから、みたいな。そう。え？いないの？ちょっと、待ってて。すぐ戻ってくるあれだったから、いやいや、うん、15時に誰もいないで15時半か、あ、そっか、戻ってくる、すぐ戻ってくるみたいな言い方だったんだね、想定的にはね、すぐ戻るみたいな想定はね、うん、こと言って、うん、でもまあその時点でもういろいろやり取りして連絡取れないとかもあったから、もう15時10分なんだよね、もう、うん、いやいや、もうだるいなと思って、なんかそういうんじゃねえんだよな、手伝うつもりはいたけど、わざわざ待つとか、意味わかんねえなと思って。
もういいやと思って、俺そこで一回、もう。いや、もうそれもあったのよ。キロについたのよ、俺はもう。あ、もういいや。他のことしよう。で、待ってって言うけど、うん、そこら辺、駅前でも何でもない国道だから、もう、ないんすよ、カフェも何も。じゃあ、どういうつもり、どこでも、どう待つっていうんだいっていうのもあったし。うん。だから、まあ、ちょっとかなり離れた、駅の方のカフェに行って、うん、他の作業してたんで、うんうん。そして、15時半です、15時半。15時半に、なんか、ウェーってめちゃくちゃ電話とかかかるようになってきて。出ないんだもん、電話に。いや、でも俺、もうそこでもう行かないことにしてたから。でしょ？うん。だから俺らは、あ、やばい、ガンタ多分これ来ない感じだけど、今となっては、絶対に必要な存在になってる。そしたらもうとんでもない鬼伝と、しかも立ち代わり入れ代わり、坂巻優也と橋本の入れ代わりでブー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 と、もう、進まないわけあなたが来ないと。どこですか？どこにいる？どこですか？早く来てくださいの、もう、坂巻優也と橋本の、ダブルモブル、ピロン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 、もう、アウトしいと思って。じゃ、こっちこっち、ちょっとぐらい待っとけよっていう。待てねえよ、なに30分待つんだよ。ちょっとじゃねえだろうが、あんな寒いよ。バカか、お前。15時ぐらいって言ってたから、ね。俺らは、この10時。だってそれがポンコツなんだよ。この、15時にいろ！じゃあ、1時間の。15っつってんだから。言い出した。俺ら話し合ったの。この1時間も。バカじゃん。もったいないよねって。この1時間に、その何往復もしないで、1往復いけるよねっていう話をした。14時から。いやいやいや、もうだ、それもう見た瞬間分かったもん。いやいやいや、待って、道具を全部外に出しときゃいいじゃんって思いましたね。だから、意味が分かんない。いなくなってるのが。また、そのめっちゃ歩いたカフェ分を、こう、またのしのし歩いて、はいはい。たしなぁと思って。そう、うん、気分悪いね、来た時に。で、そう、もう来た瞬間も、うん、なんか、もう、最悪な顔つのなんかもう、マジ仕事できなかったみたいなのが、来たなみたいな。待ってたよ、みたいな、ね。待ってたよっていう可愛らしさもないさ、なんか。いやいや、あったよ、可愛らしさは。みたいな。目も合わせないけど。いや、目は合わせ声も出ないです覇気のない二人がでっかいなんか棚入ってさ車にでさなあ、もうそこでもうなこいつらもう腹立つなっていうスタートで入ったところほんと絵に描いたような段取りの悪さがその場で見えたからもうすぐあれなんでこれシータに下ろしてないの。いや、そうそうそういうこと言うのよ。早かったでしょ。うん、でも、そしたらなんかゴニョゴニョ、あっちに、違う、俺らは俺らの、あっちに車を、うん、そうそうそう、そういうのがあんのよ。止める場所があるから、あんまりここに置くのは、みたいな。そう、それはあんの。誰が怒ってくんの、それ。いないでしょ、怒る人。仮にいないんだろうし。で、いい。この作りだったら。バーバーと思ってさ。知らないだろうけど、一回あったの、マンション。車ここずっと止めとかないでねって言われた。ないね。そういう。いや、車はそこ止めちゃ、止めてちゃダメだったんじゃないの？とか、まあまあ、もう細かく言い出したら切りないけど、あったの、いろいろ。俺らは俺らは。でも段取り悪かったんでしょ？まだ、まだ抗うの。この状況になって。段取りは悪かった。けど、それはもう勘弁、もうしょうがねえな、こいつらは。いやいや、腹立つよ。30分待たずにさ。寒かったじゃん、しかも。優しいガテンキお兄さんならいいよ。もう、ブチギレみたいな、もう。いやいや、約時間守れないんだから。それはやばいって。15時ぐらいって。15時に来るっつっといて、15時にいないで15時半に現れる。15時ぐらいだから。待ってて。15時ぐらいっつってたから、15時15分ぐらいだろうって。多分。そっちのミスじゃん。ぐらいって。ぐらいって書いてあったじゃん。15時15分ぐらいって言ったの、俺は。いや、15時ぐらいだから、想定的には、まあ、そこのぐらいでしょ？大きく見つこう。いやいや、15時ぐらいですよ、15時ぐらいは。15時ぐらいだから、15時ですよ。意外に早く来たのよ。14時50分とかに来たんでしょ？多分。15時ぐらいですよ。そう、15時ぐらいの感覚が。じゃあ40分待ってんですよ、じゃあ。うん。けど、この想定がずれたら、うん、ハッシーが上で遅いから、ずれて、またずれ込んだわけよ。いやいや。大変でしたよ、だから本当に。でもマジで23時までかかって、あれ本当に。まあというか終わんなかった、できなかったね。持てないんだもん、本棚を
本棚をすごかった。階段で持ってかなきゃいけない、その場所ね。すっごかった、本当に。手際の悪さ。びっくりした。本当に体力ないでしょ、二人とも。すぐプルプルし始めて。汗思ってたよ。汗ブワーって出始めて。俺はハッシーには思ってた。歯が入って。で、ハッシー。でさ、そのさ。ハッシーも俺に思ってただろう。すごく、もう、まあ、ここまで来れば大丈夫だろうぐらい手伝ってさ。もう俺、娘を保育園迎えに行かなきゃいけなかったからさ。ああ、そう！さっと帰ったんだけどさ。うん。もうなんかその時も。え、帰るの？帰るの？って思ってたの？びっくりしたもん、だって。いや、だってもう全部詰めたじゃん。3回行かなきゃいけないとか言ってたところを、これ3往復ぐらいだなとか言ってたの一発でちゃんと詰めたじゃん俺もうその時点で2時間ぐらいの働きじゃん。まあ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 、これは無理だなとか、どこ考える時間があるから、これは無理だ、これは1じゃ無理だな、2ないし3ないしとかでかいこと言わねえわ。ないし。言ってたところをもう、シャシャシャと、バン、うん、はい、一回でいけた。積み方とかがね。だから俺らとしてはもう最後までいてくれる想定になってたから、それも二人きりまた投げ飛ばされて、それはそれで困るわけよ、もう。なんでよ。いや、もう、だって重たいものがいっぱいあるから、これを、え、重たいやついっぱいあるの。いやいや、それはだって、超当初。なんでガテン系、なんで、当初にあったよ。なんで軍手つけてる人いなくなっちゃうんだよ。軍手つけてる。それも思った。ああいうのはほんとね、軍手をね、用意するんだよ。まあそれはどうでもいいんだけどさ、そう、そんな時もさ、なんか、うん、行くねって言った時もなんかもう、お礼も言えないでさ、二人は。言ったやろ、多分それ。お礼も言えないで。言ったと思う。いやまあ、正確に言うと、ハッシーは言えてた、ちゃんと。坂ちゃんだけはなんかほんとに何も言わないで。でもよくわかんない、ジュースだけ買わして俺に。俺最後お金を貸してくださいって言い出して初めてかもしんないな、坂ちゃんがジュースをせびってきたことなんです。財布忘れていい、財布がなくてペイペイしかなくて、ペイペイ使えなくて、でジュース買ってあげて、ジュース買って、うん、全部手伝って、うん、ジュース買って重いもの持って23時までの作業を小遣いはなく19時までに抑えてあげてって俺言われないで、なんかこのガテン系みたいに睨みつけられて、俺帰って、そう、俺なんでこんな気持ちマイナスになんなきゃいけないんだろうと思って、でも怯えさせすぎ、辛かった、怯えさせすぎ、あのその小動物的な人を怯えさせてた、怖かった、すっごい怖かった。え、どうなの、どもうプラマイゼロ、まあそれでプラマイゼロだね。いや、ちょっとプラマイゼロ、ちょっとマイナスだ、ちょっとマイナスなの、ちょっとジュースまで買ってない人を40分待たせて機嫌悪くさせ時間を奪い、自分らの時間を何時間も良くしてもらい、バイト間に合っただろ、駐車場から車出せないからちょっと運転変わってくれといい、運転変わって一生同じ方向で切り返して、あ、俺無理だと言い俺これ出せない、無理だと言いいい、プラマイゼロなの、これだからもう、だあれが、結局さ、あれがなければもう神様よ。あれが、もうあれを、もうすべてのストレスもなかったらもう神様ですから。いや、神になるつもりなんかねえんだよ。神様で痛かったでしょ。神で痛いならば、あそこで。いや、もうこいつら傷つけた。大丈夫だよ、大丈夫だよ。最初のもうそっちの出方よ。俺が、そっちらが先に先手打ってきたのは。先手、40分待たし。じゃ、俺らなりの効率なの、この1時間。何が効率なんだ、あれの。14時から、1時間待つ。この時間もったいないじゃん、1時間。ね。だから、その間に、まあ、それ結果として1時間ぐらいロスにはなってるんだけど。きついわ。もういい。そういうことがあったから。よくない、あれは。多分。やるんでしょ、いろんな。後輩とかもやるだろう、ああいうプレッシャーを。お前は。怖いよ。そこか争点、この話の。お前らは、一生そうやって生きてりゃいいんだよ、じゃあ。一生、
このままのペースで、お前あれ、人生100年生きてみな。エアコン清掃の一緒になったおっさんとかにもやってんだろ。あ、もう、マジそっくりだった。年取ってるだけのやつと。あんなもん、エアコン清掃の。おっさんに。年取ってるだけのおっさん連中。マジ遅い。どんくさいおっさんに。そんなこいつら、こいつら、つって。やってんだろ、お前、おっさんに。やってるよ。ダメだよ、あっちゃん、おっさん。たまらやと。おっさん、どんくさいんだから。おっさんになると。何考えて生きてきたんだろうなって。いやー、疲れたね、だから。だって1日でじゃあ4時間無駄にしてんだから、100年生きたら、だから40年無駄にするんだぜ。どうやって割り出す計算がおかしいけど。いや、マジで10年ぐらい無駄にするぞ。でもこれだけ言っといて。俺のがまだ良かったでしょ、効率的には。あ、ほら、こうやって、これさ、この、これマジで、ほんとこのあのおっさんたちもそうなんだよ。下を見つけるのかよ。なんだよ、まず、あの、私の方ができるよねみたいな。本棚がでかいよ、さっき言った本棚が2つあったんです。で、松本さんだ。最初はハッシーとそれをマンションの3階まで階段で持ってったのと、2階目俺と持ってったでしょ、うん、あ、坂ちゃんの方が効率いいなって思ったでしょ。いや、そっくりだって、黒は。嘘っちが。いや、嘘つ、それは嘘だな。どっちがこの世から消えてもいいと思った。ああ、やっぱ俺、ハッシーよりはできるなって思った。あれを、本棚を3回持ってる時、あ、俺のが全然、有能だなって思った。本当？俺の中でハッシーと比較した時に、あ、俺のができるなって、まだ。そうかな。いや、そうだって。ちょっと力があったぐらいじゃない？ハッシーより。やっぱ、小道具持ち上げてたコントの小道具を毎日でも なんつうのこの切り返しのさ階段のそこら辺はもうローリングの切り返しとかも多分ハッシーはなんかガンガンぶつけたりしてたでしょ、知らないけど。で俺は結構ここに来てもう裏切り始めてんじゃん、うん、ハッシー気に入られようとしてんじゃんガテン兄さんに。俺の方が良かったっすよね。で一緒に働くなら俺っすよね。一緒に蹴り落として 俺じゃない橋本蹴り落として。どっち選ぶ本当に、本当に仕事、俺でしょ。いや、それだけ言ってた。やっぱ最後、俺言ってたから、やっぱ橋。いや、それはちょっと関係性もあるから。ジュースのセミって言わないし。